11時26分、岩手県に大雨警報が発表されました。岩手県に大雨警報です。発表された地域を確認していきましょう。岩手県の久慈市と岩泉町に大雨警報が発表されました。岩手県の沿岸北部では今夜遅くまで特に土砂災害に警戒が必要として大雨警報が発表されています。それでは現在の岩手県周辺の空の様子を皆さんからのご報告とともに確認していきましょう。今日の東北の北部は前線やその他湿った空気の影響もあり雨が降りやすくなっています。また地上での気温がどんどん上がり大気の状態が不安定になっていることも今日の雨の要因の一つです。現在の岩手県は沿岸を中心にいくつか雨雲が発生発達しています。これらの雲により局地的に雨が激しく降ることも考えられます。今後の雨の予想です。この後も前線の影響、そして大気の状態が不安定になっているため、ところどころで雨雲が発生発達し、雨を降らせそうです。今日は上空の風があまり強くありません。このため、一旦発生した雨雲は同じところで雨を降らせる可能性があります。場合によっては1時間近く、強い雨、もしくは激しい雨が続くことも考えられます。今回発表された警報について、久慈市や岩泉町周辺は数日前の大雨により土の中の水分がまだ抜けきっていない状態です。この後もですね、少しの雨でも土砂災害が発生する可能性があるので注意が必要です。岩手県に発表されました大雨警報についてお伝えしました。